本日は、われわれの食卓に欠かすことのできない食品の材料であります大豆について紹介させていただきます。大きく2つ、1つは大豆プロテオムデータベース構築とデータ格納、そして室外耐性大豆の作出を目指したプロテオミクス解析ということで紹介させていただきます。 午前中に篠崎先生の方から、えー、紹介がありましたように、えー、現在、われわれは大きく2つの、えー、問題を抱えております。一つは発展途上国を中心とした人口増加による食料不足の懸念、もう一つは地球温暖化による、えー、異常気象による農作物の生産条件の悪化であります。つまり 食料自給率の向上が重要でありますが、日本におきましては、この食料自給率、現在、たったの38%であります。そこで我々は大豆に着目いたしました。なぜ大豆の室外研究かということでありますけれども、日本における大豆の自給動向におきましては、90%以上を輸入に頼っております。 つまり、日本における大豆の自給率の向上というのは非常に重要でありまして、なぜこの大豆の生産量が低いのかということを考えますところ、日本におきましては大豆生産の85%を水田転換畑で栽培しております。そこが原因となりまして、室外が生産性低下の原因でありまして、この室外を克服すれば、 大豆の単種の安定,性安定向上及び栽培面積の拡大につながります。そこで我々はこの大豆の体質性機構を解明して、そこから体質性大豆品種の開発につなげようというふうに考えております。この大豆体質性機構の解明に、プロテオミクス解析をはじめとするオミクス解析を用いました。 プロテオミクス解析としまして、ジェルを用いない、標識を行わないプロテオミクス技術を用いまして、高精度、高感度で解析を進めております。まず初めに大豆プロテオムデータベースを構築いたしました。これは大豆プロテオムデータベースのホームページでありますが、このサイトにゲル、えー、をベースとしたもの、また ゲルを用いないな方法の2つのつサイトがあります例えば、ゲルフリープロテオミクスの部分をクリックしていただきますと、大豆のイメージやその一覧表があを見ることができます。これは一部であります。さらに、キーワード検索を行えるページもありまして、例えば、このキーワード検索を行いますと、大豆のイ軸等々とあるいやいやいや期間を入れますと、その そこに存在するタンパク質の一覧表が出てきましてそれをエクセルファイルにユーザー側はダウンロードすることができるというような形になっております。またこの一覧表タンパク質の一覧表から興味あるタンパク質の部分をクリックしますと脳研機構の方で公開しております大豆ベースの方に行きましてゲノム上の位置というものも見ることができます。 またこれらデータは全てダウンロードできると言いましたけれども、えー、ダウンロードした者は例えばマップマンビンコードを用いてこのように機能分類をしてみたり刑事的なデータもありますのでクラスター解析をしたりまたタンパク質間相互作用解析をしたりということができるようになっておりますここまでのまとめでありますが大豆遺伝子発現の包括的研究の、えー、促進に資する 機能解明研究に広く利用できる、えー、大豆プロテオムデータベースを構築し、公開いたしました。データベースの特徴でありますが、電気エイドを用いたプロテオミクス、電気エイドを用いないプロテオミクスの2つに関しましてデータを格納しております。また、大豆の成長に合わせて、刑事的、各種機関、細胞小機関から得られたタンパク質データ、 また植物、作物の場合はかなりさまざまなストレスを受けますので、えー、各ストレス下での変動するタンパク質データを格納しております。そして大豆ベースの染色体上の位置と連動しておりますてデータのダウンロードが可能なためユーザー側は加工し利用可能であります。で得られた 質量分析生データは J ポストプロテオムデータベースへ格納しておりますので生データを閲覧してそこから使用するということも可能でありますこのようなデータを用いまして私どもは室外耐性大豆の作出を目指しましてプロテオミクス解析を行っておりますとこれは今まで解析してきました大豆の 水スストレス応答機構であります室外科で細胞の大豆の細胞の中ではさまざまな機構が動き最終的にビキチンプロテアソーム系のタンパク質分解機構が、えーこうえー、更新し生育遅延につながるというふうに考えております。でまたこれらにつきましては、えー、とシミュレーションを繰り返し、えー タンパクク質代謝ネットワークを構築しましまた。例えばこの解凍系謙気代謝系 TCA サイクルにおきましては実験的にはこの謙気代謝系のアルコール脱水素酵素がターゲットとなっておりますけれどもシミュレーションの結果では加えてこのアラニンアミノキ転移酵素やグルタミン酸脱水素酵素が重要であることも見つかってきましたストレス軽減物質による処理時の 発言相関も確認しておりますで、ここまでの研究でありますけれども、無処理の大豆と貫水処理の大豆を用いて、期間特異的、細胞小器官翻訳後、就職等々のプロテオミクス改正を行って、貫水応答機構を明らかにしてきました。しかし、我々の最終的な、えー、ターゲットは、この貫水耐性機構。 の解明でありましてこれまでに様々な淡ンス水体制を示す素材というのを開発してきましたまたこれまでの研究では寒水処理後1週間程度の期間でのストレス応答機構を明らかにしてきましたが本研究これから説明する研究におきましてはさらに早い時期にストレスを ストレスがかかっている、あるいは体質性を示すというような機構が明らかになれば、えー、早くにそれを認知できますので、えー、3時間以内のイベントに着目いたしました。で、乾水耐性素材としましては、乾、えー、水抵抗性突然変異大豆や植物ホルモン、これはアビシジン酸でありますけれども、アビシジン酸素リ大豆を用いました。 通常の大豆ですと、はしご7日,目あ7日間の冠水でこのように、その後水を除去しても成長することができません。しかし、突然変異大豆やアビシジン酸処理した大豆におきましては、水除去後、成長を開始します。で、このような、えー、と素材の間で共通に変動する。 タンパク質、遺伝子、あるいは代謝物というのが我々のターゲットになるであろうということで、これらの素材を用いて、プロテオミクス、トランスクリプトミクス、そしてメタボロミクスを行いました。まず、プロテオミクス解析の結果でありますけれども。 共通に変動するタンパク質146個見つかっておきましてそれらはタンパク質合成や RNA の制御に関与するものでありましたでそのうちで特に顕著に変動しているものに関しまして RNA の発現レベルを解析しましたところここに示ししたようなシャペロンシャペロンをはじめとするタンパク質群というのが 関水体制に関与するるものであるというようよなことを示ししました次にトランスクリプトミクスの結果でありますけれどもこちらは興味深いことに多数の遺伝子が変動しておりますが共通に変動する遺伝子というのはたったの31個でそれらは同様にタンパク質合成や RNA の制御に関与するものでありました。 で31個だけでしたので q r t p c r で発言解析を示しましたところ、えー、とそのうちの4つに関しまして、えー、と通常の状況、冠水の状況でありますけれども冠水ストレスで顕著に発現して冠水耐性素材の中では、えー、無処理の状態に、えーえー、戻るというような状況を示しました。 この4つのうちにのうちの特に一つ、クロモゾーム P45077A1、えー、につきましてでありますけれども、これは非常に興味深い行動を,行い行動を示しまして、えー、ともちろん、乾水ストレスで顕著に増加する、乾水耐性素材の中ではコントロールレベルまで戻る、そして他のストレス、乾燥や低温と比較しまして、乾水、 特異的であるということや3時間以内に顕著に発言するさらには根、ね、の中でも根端部分により多く存在しているだろうということが分かりましたそこで確認しましたそうしますと冠水の初期たった3時間の阻害剤の処理 えとクロモゾーム P450 の阻害剤の処理におきまして、関、えー、水処理を取り除いた後生存率が向上するということも分かりました。次は代謝物に関しまして、メタボローム解析を行いました。そうしますと個のた、えー、代代謝謝産物 <laughs> 代謝物が、えー、共通に、えー えと体制を示す素材の中で変動しておりましたこの場合私どもは KGGKG を用いて、えー、マッピングしましたところ特に等代謝系において変動が、えー、顕著であるということが分かりましたそして最後この3つのミックスデータにつきまして統合しましたその一例を示しますと これは貫水耐性素材において共通に変動する因子をマップしたもののうちの等代者に関与する部分であります。そうしますと、このように、えー、ヘキソフカイネースとフォスフォーフルクトカイネースの制御で制御下でこのフルクトースが蓄積しているということが分かりました。そこで、えー、と実験的にこのフルクトースを貫水化で加えてみますと。 えーとこれが無処理、乾水処理で、えー、と大豆の成長が一過的に早い時期は増加します。そこにフルクトースを加えると、この、えー、と無処理の状況まで、えー、回復するということが分かりました。えー、とこれらの結果でさままざな 貫水耐性を示す状況というのが見えてきたわけですけれども、これらのプロテイオミクス解析データに関しましては、J ポストデータベースへ格納するということで、えー、データを保存しておりますけれども、他オミクスデータの格納サイトに関しましては、えーと、要検討であるということと、大豆におきましてはいまだ多くのミッシングプロテインが存在するということが、えー、明らかになってきました。 最後、これら、えー、とデータにつきましては、大豆の染色体にマッピングすることにより、えっ、ー、と、冠水体制に関与する領域を、えー、絞り込んできております。えっ、ー、と、これはほんの一部でありますけれども、えっ、ー、と、今、ターゲットにしておりますのは、染色体の17番のこの部分であります。で、この操作をすることにより、今後、マーカー選抜育種に。 つなげられるような情報が得られるのではないかというふうに考えております以上多くの方々のご協力のもとに本研究を行うことができました以上ですご清聴ありがとうございました